さん、商売をしている時に家族のため社会のためお客様のためいろんなためが出てきますけども実際どうなんですかね商売ができてない利益が上がってないってことは一体誰のためになったんですかね利益が上がってないってことは商売続けられないですよね商売続けられないってことはビジネスで結果を出すのはお客さんのためだ家族のためだって言ってるけどためになってないってことなんですかね いや商売で売り上げが上がらないことが家族のためになるんだったらそんな摩訶不思議な状況があるんだったらやればいいと思うんですけどもなんかそこまでのね決意があって結局結果はともかく結果につながることをやっていないっていうのは家族のためとかお客様のためとか社会のためにやるっていう気持ちは嘘だったんだろうなと少なくとも嘘じゃないけどもその度合いが低かったんだろうなと思うんですよ。ということでね稲森和夫さんなんですけどもやっぱり思うことだと思うんですよね。思うこと 頭の中で考えたことって現実化できるんですよ。それは現実化している人がそういうふうに証言できるんですよね。でも考えたことが実現できてない人って、いや、考えたこと実現しないですよって言うんですよ。どっちも正解です。どっちも正解なんですが、どっちの正解を選ぶのかなってことですよね。私は考えたことは現実化する、そちらの正解をこの10年経験してきましたし、これからもそうでありたいなと思うんですよ。だから思考は現実化するというふうに、 今ではね、考えるようになりました。でも考えてるだけで現実化したら苦労はしないよっていう人はん。考えたら考えたことをやるそしてやったらやったことをまた考え続けるこういうふうに儲かれやしないかなとか稼げないかな誰かのお手伝いできないかなどうやったら社会のためになるかなって常に考えている時にまず吉田さんとの共通点は。 社員のの給料のために働いてましたたよね私たちはまさに社員のため会社のために働いていたわけですよ。これ何事にも代えがたいためじゃないですかね。だって社員は何のためにやってたのかなと。いや逆に社員がいない方がどうせ働かないし給料を支払う負担もないし部長が帰らないから僕らも帰れないじゃないですかっていうふうなことを聞かなくても済むからいいことずくめなんですよ。だかららねある人にとってみたら 社員がいることは重荷なんですよね社員がいない方がうまく仕事が回ってランニングコストを抑えられて結果家族のため自分のため社会のためお客様のために精一杯できるってことになっちゃうんですよだってね社員の重りもしないといけないと思ったらお客さんへの重りが手薄になっちゃいますよサポートがね社員に手がかかるようだったら家帰ってる暇ないじゃないですか趣味のドライブ一本できないですよでそこにねあの傘をかかったようにね 部長が帰らないと僕らが帰らないと <laughs>。どういう理屈だよと。じゃあなんで俺が帰らずにやってるのかってところを考えてるかと。お前らが残した仕事だよと。お前らの給料を俺が叩き出してるんだよと。それでも足りないからアコモに行ってお金を下ろしてくる。アコモに行く時間ですら憂鬱だよ。その時間ぐらい返せよみたいな感じですよね。ということでね、えー、こうやって今精一杯愚痴れるのもなかなか楽しいことだと思います。愚痴の愚でございます。やっぱり愚痴っていうのはね、愚かな時に 出てししままうのかもしれませんね結果が出て賢くなったらもはや愚痴っていうのは単なる楽しい思い出ですよねきっと今がそんな時じゃないかなと吉田さんどう思いますいってらっしゃい。